酒米の王様山田錦。900年以上の歴史を持つ手すき和紙杉原紙。国民の祝日敬老の日。これら3つの発祥の町として知られる高町には、豊かな自然の中で脈々と受け継がれてきた伝統と確かな技術、そして人を敬う温かい心が育まれています。町ではそんな町の魅力を広く PR することを目的に、町内で製造された製品や加工品を高町の特産品として認証し、全国に発信する高町特産品認証制度を設立。この番組では高町ブランドの認証を受けた特産品の数々と生産者の思いを紹介していきます。お客さんに商品を渡すとき、自分の作ったものを、ね、買ってくださるときはそれは嬉しいですね。それこそありがとうとなんか頭下がります。次に紹介するのは笠形たんぽぽさん。普段の生活の中で感じる、こんなものがあったら、もっと便利にできたらをキーワードにした商品を販売されています。いやね、いろんな災害があって、その都度仕事が波ができるわけでね。で、急に明日荷物が入るのが入らない、いやそしたらどうしよういうことになるんやね。その時に、いやそしたらなんか今ゴミ捨てられないし、何か私たちでこうしたいろんな記事がある分で何かやってみようかということで、一応その自分のあるやつを切って一応布巾を作ってね。そしたら皆さんに一応これ持って帰って使ってみてって言うたら、すごくいいよいうような感じがあって、いやそしたらちょっと仕上げしてみようか言って、私のリボンと畳み方を2枚重ねてちょっとこうやってみてね、襟みたいに。そしたら、いやいいやんいうような感じで、だからいやこれやったら商品ね作ったらどないやろ言って、作りかけたんが布巾を作りかけたんがきっかけ。本業を営む傍ら、さまざまな事情で生じる隙間時間を有効に使えないか、手元に残った生地をアレンジすることは、そんな試行錯誤の末、ロングセラー商品でもあるパイル生地の布巾をはじめ、多くの商品を製作販売されています。お知り合いの方とのちょっとした雑談の中で生まれたのがこちらのアームカバー。家事やガーデニングに大活躍することはもちろん、素材や大きさ、色や柄も豊富に用意されています。皆さんのお気に入りのアームカバーを見つけてみませんか。続いての商品は簡単エプロン。介護現場の声を受けて生まれた、頭からすっぽりかぶれる着脱簡単なエプロンです。基本は標準サイズで販売されていますが、その人に応じた大きさの注文も受けられているのだとか。こちらはメガネ入れやコースター、ティッシュ入れやポーチなど播州織で製作された小物たち。普段使いはもちろん、ちょっとした贈り物、お土産にもおすすめです。こちらはおしゃれケープ。お化粧をするとき、髪を整えるとき、鏡に映る素敵な自分を見つけてみませんか。使いやすさを一番に考えて作られたパイルの布巾。台所での普段使いはもちろん、汗拭き、手拭き、靴磨きなど色を分けて使えます。ちょっとしたお礼の品や贈り物にも最適です。こちらは季節商品のひんやりクロス。夏の外出時、お仕事に最適なひんやり冷たい冷感素材を使用したクロスです。
まあ、特産品としては播州織を企画記事でしたいうのがなんかずっと膨らんできて、で播州織を使おう、なんかおしゃれケープも播州織でしよう、そういう感じで播州織の使えるものは使いたい。本当にね、今までの出会いが私のなんか励ましいうか今日までできたいと思います。初めは真下工房さんが立ち上げられた時に、なんかタカちゃん言うたら申し訳ないんやけど、出張が私たち婦人会で本当に心安くしてもらって、ずっとお世話になってたんです。それで思いがけのね、一番先に商品できて、ここのね、お店の真下工房のお店の棚、ここに何か持ってきて並べてよって言われて、いや、いいの言ったら、いや、何でもいいから持ってきていい。だから今ね、あれからこの12年間ずっともう本当に場所ちゃんと提供してもらって、地場産業、播州織へのこだわりはもちろん、さまざまな場所へ足を運ぶことで実現する出会いや、地域の中で培ってきた人との絆を大切にされている笠方たんぽぽさん。いや、とりあえず皆さんに喜んでいただいたその喜びはまた次へのね、ステップにつながるいうか、次のやる気、何かできないかなあいう、その何と、やはり出て行ったら前下工房の施設長、また本当にマイスターでみんな関わっておられる皆さんのその姿を見せていただいたり、早ね、上町でもすごい安藤さんなんかねおられますね、あの人らと本当に何気なく話ができる、そこでね頑張っておられる姿見たら、私は一人でまた皆さんに言ったら続けていただける、そういったことがあるから、何か私も頑張らなあかんような感じ。誰かに喜んでもらえることが次につながるステップになる。私もまだまだ頑張りたい。穏やかな表情の中、時折垣間見える確固たる思いが積み上げたこれまでの実績、そして未来へ。でもこれからは自分は本当にその皆さんの元気もらって、でまたボランティアが一日でもできたら行かせてもらったりして、またそこから知識もらったり、苦しい中でも楽しく、楽しみにつけていきたいのが願いであって、だから私ができる範囲で、もう年本当にいってますけど、でもね、安藤さん見たり前下工房の施設長見たり、本当にね頑張っておられる姿見たら、高町に本当に素晴らしい人ばっかりですね、そういう人と本当に気軽に今まで話し合いできたり、イベントの時でも声かけようってできていったことがね、私の刺激でこれからの、やる気、それも何でそういった思いがあるから、今も何か作りたい、そしてお客さんから喜んでいただけるそのね声が聞けたり笑顔が聞けたり、それが嬉しいから、ね、明日ダメになるかもしれないけど続けていきたいなと思って、この分は頑張ってやっていきたいと思います。今回紹介した笠方たんぽぽさんが認証を受けられた特産品は、ご覧の店舗でお買い求めいただけます。自分用に、誰かへの贈り物に、一針一針真心を込めて作られた町の特産品はいかがですか。高町ブランドの認証を受けた商品を紹介する町の一品。今回紹介した特産品に関するお問い合わせは、各事業所または役場商工観光課にお問い合わせください。